これはグッチのキーケース。まずこの財布ですね。こんな感じです。ありがとうございます。これはすごい激安商品なんですけど、もう本当に使いすぎて底がどっちも見えちゃうぐらいすごく重宝してます。これもアメリカで買ったリップクリームです。皆さんこんにちは、久慈亜希子です。今回は私のバッグの中身を紹介していきたいと思います。はい、私が紹介するのはこちらのバッグです。私今ニューヨークに住んでいまして、10月から住んでいるんですね。ソーホーというすごいおしゃれな地域がありまして、でそこでのディオールで買ったバッグになります。このバッグは最初買うつもりなかったんですけど、まあ、私クリスマスにクリスマスプレゼント何が欲しいって夫に言われまして、たまたまソーホー歩いてた時にこの可愛いバッグが店頭にこうなんて言うんですか、ディスプレイで見つけてしまいまして、それで可愛いって言ったらじゃあ入ろうって言われて買ってもらいました。結婚して初めてのクリスマスプレゼントですね。なので思い出に残ってるカバンです。なんか結構いっぱい入るんですよ。なのでいろんなものを入れているんですけど、まずこの財布ですね。これ本当はカードケースなんですけど、ニューヨークに行ってからほとんどカード文化といいますか、キャッシュをあまり使わなくなったので、もうカードケースを財布にしてます。カナダのトロントで買いました。そしてこれはグッチのキーケースです。すごいシンプルなのであんまり飽きが来ないかなと思って買いました。そして今までブランドものだったんですけど、これはメガネケースで、私が中学生の頃に兄が初めてプレゼントしてくれたメガネケースです。で中にはちょっと薄いんですけどブルーがかったサングラスが入ってます。これはウォール街の近くの雑貨屋さんで買いました。かけるとこんな感じです。ありがとうございます。そしてこれですね、ミスト。私すごい乾燥肌なので、これをこう顔にシュッとかけると、アメリカってすごく乾燥しててどうにかならないかなと思ってたんですけど、これオイルが入ってるのでいいなと思って買いました。キムソヒョンっていう韓国の美容の先生がいらっしゃいまして、でその美容の先生が販売しているものですね。そしてこれはサニタイザーですね。お店に行った時になかったりもするので、やっぱり自分でも持ち歩きたいなと思って持ってます。これはアメリカで買いました。あとは私結構鼻炎があるので、よく鼻詰まりになるんですけど、フロナーゼっていう、お薬なんですけど、これもアメリカで買いまして、この鼻スプレーもうシュッて1回やるとなぜか鼻詰まりがなくなるんですよ。なのでこれはすごいお気に入りでいつも持ち歩いてます。でこれもアメリカのお菓子で、結構子供に人気があるお菓子らしいんですけど、サクサクしてて噛むとなんかもっちりとしたクリスピー状のパフパフしたお菓子です。甘いんですけど結構カロリーもそんなにないらしくて、なのですごく好きでよく食べてます。あとはすごく重要なエアポッツ、これはもう絶対に持ち歩いてます。もうほとんど洋楽をよく聞いてますね。今年スーパーボールのハーフタイムショーで歌ったリアーナさんがすごく好きで、リアーナさんの曲をよく聴いてます。最後にこちら、これはコスメポーチですね。で中にいろいろ入ってるんですけど、本当に使ってるものばっかりなんですよ私。これは&B のコンシーラーなんですけど、もう本当に使いすぎて底がどっちも見えちゃうぐらいすごく重宝してます。これ乾燥しないんですよね。なのですごく使いやすくて愛用してます。そしてイプサのデザイニングフェイスカラーパレット、これすごく便利で、これも底見えコスメで、ここがなくなってしまったんですけど、これチークとシェーディングとハイライトと軽くフェイスパウダーになるようなものが4つ一緒になってるのですごく便利で、これだけ持ち歩いてるとメイク直ししたい時になんか便利だなと思って買いました。あとはこれもアメリカで買ったリップクリームです。これはフジテレビのアナウンサーの先輩にお揃いでプレゼントしてもらった口紅です。これ中はハートになっていて可愛いですよね。でキャップはアキコ K って書いてあるんですよ。刻印までしてくれてすごく嬉しくて、これもアメリカに持って行きました。そしてこれはすごい激安商品なんですけど、エルフっていう口紅、これティントリップなんですけどアメリカで買いました。これは色がベリー色みたいな感じになってて、ティントリップって結構乾燥しがちなんですけど、これだとあんまり乾燥しないなと思いますし、あと色も落ちないのですごくお気に入りでよく使ってます。激安商品って言ったんですけど、6ドルで買えて、日本円だと多分1000円いかないくらいで買えるのですごくおすすめです。
これもしかしたらアメリカに行った方は知ってるかもしれないんですけど、セフォラの口紅です。これもちょっとこうベリー色みたいな色なんですけど、このリップこの色が人気なのか、どこのセフォラに行ってもこの色だけがなぜかなくって、でこれ欲しくて探し歩いたんですけど全然見つけられなくて、である時に突然なんかこれ1本だけ残ってるお店がありまして、でもう見つけた瞬間に即買いしました。かなり安く手に入ります。結構あのニューヨークに行ってコスメのお店を回るのが好きで、セフォラっていうもう本当にアメリカではかなり有名なお店があって、そこは結構行ってますし、あとはターゲットっていうスーパーでもあり家具とか食器とかもいろんなものが売ってる大きなお店がありまして、そこにはまあこういったコスメみたいなものもたくさん売ってるので、フラフラと行って見るのも好きですね。現在アットバイラで藤あき子のニューヨーク日記もやっていますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。